最上型護衛艦は今までの護衛艦と打って変わった形状をしているよね。ステルス性を重視して設計されたステルス艦って感じだよ。全体の形は、レーダー反射面積 RCS イコールレーダークロスセクションを小さくするため、船体や上部構造を単純平面化しかつ反射波が上方に向くよう傾斜がつけてあるぜ。また従来甲板上に露出していた闘病装置類などの装備は艦内に収められているな。この形状は世界の艦艇の主流となっているんだよね。だから、最上型がこの方式を採用したのは世界では早い方とは言えないんでしょ？さて今回はそんな最上型護衛艦の性能と役割について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず RCS についてだけど、RCS というのは、敵のレーダーからの見つかりにくさを示しているんだ。RCS を下げる方法は反射波を相手レーダーに向けないか、電波を吸収して反射しない方法があるよ。最上型は反射波を相手レーダーに向けない方法で RCS を下げているな。電波吸収素材の使用や電波吸収塗料を塗布することでもある程度のステルス性得られるだろうが維持も大変だぜ。日本のステルス艦としては阿武隈型護衛艦を最初のステルス対応護衛艦とする人もいるんだけど、最上型が最も単純平面化した形状になっているんだ。と言っても最上型の船体は上甲板から下は以前の艦艇同様に、敵のレーダー波を海面方向に反射する逆台形の形状になっているね。海面方向に反射されたレーダー電波はまた海面に反射されて敵艦のレーダーに届くが、これに対し、アメリカの世界最大の駆逐艦ズムボルト級ミサイル駆逐艦は喫水線から上が台形で、敵レーダー波は全てが上方に反射されるぜ。ズムボルト級は対地攻撃を目的として設計されており、敵地に近づく必要があり、艦艇レーダーより高い高地に設置され遠距離まで捜索できる強力なレーダーに対してもステルス性を発揮できなければならないんだが、ズムボルト級は平面を組み合わせた船体形状で、RCS を在来型水上艦の50分の1程度に低減したとされているな。最上型護衛艦は、全長133メートル、全幅 16.3 メートル、排水量3900トンで、最大速力は約30ノット約 55.6km/h 以上とされていて、エンジンは海自護衛艦として初めてガスタービンとディーゼルを併用する CODAG 方式のエンジンとなっているよ。低速及び巡航速度ではディーゼルで高速ではガスタービンを併用し、出力は7万 PS だね。次に最上型の武器などについて見ていくんだけど、前方から、62口径5インチ砲 ×1 機、マーク、41VLS 装置 ×1 式追加装備を予定、水上発射艦 HOS303-324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機、水上艦用機関銃火遠隔操作型 RWS×2 機、JAF ロケットシステム ×1 機、艦対艦ミサイル SSM 装置 ×1 機、対艦ミサイル防御装置近接防空用シーラム ×1 機が搭載されているんだ。62口径5インチ砲の主砲は、62口径5インチ 127mm 砲を軽量の単装砲塔と組み合わせた砲で、名称はマーク45モド4で、海上自衛隊はこれを日本でライセンス生産を行い62口径5インチ砲として採用しているよ。62口径5インチ砲の砲身長は 7.874m 62×127mm で、砲塔は耐水構造のアルミニウム合金製、砲重量は約29トン、自動装填により完全無人化されているね。初速は、新品状態で808m/h、射程は 37km、発射速度は16/28/分で、ステルスマストに装備されているフェイズドアレイレーダー OPY2 が主砲射撃管制にも使用されるんだ。次にマーク。41VLS 装置は追加装備が予定されていて、具体的にはシンガポール海軍のフォーミダブル級フリゲートのような感じになるとされており、VLS をレーダー遮蔽板で囲い、ステルス化してあるみたい。そして水上発射艦 HOS303 は2段積みにされた3本の発射艦、旋回装置、発射装置などで構成され艦の両舷に設置されていて、重量 320kg、全長 2832mm の97魚雷、12魚雷やアメリカのマーク、
46魚雷を発射でき、魚雷は発射管の後尾にはめ込まれた球形の金属管アキュムレーターの空気圧によって射出されるんだ。水上管用機関銃か遠隔操作型 RWS は 12.7mm 銃機関銃を装着したものだな。銃架は固定式だが、機関銃は通常は管内に格納されており、この装置は既存の 12.7mm 機関銃銃架を自動化し、操作員が見張り、装填、射撃を一人で原則に出ないでもできるように省力化されているぜ。遠隔射撃ができるだけでレーザー測距儀や自動追尾装置、ビデオ映像を保存する録画機能も付加されていないみたいだね。本来 RWS は水上艦艇の近接防御のためのシステムで、両舷の2機だけでは360度の近接防御は不可能となっており、特にこの配置では後方は死角になっているぜ。近接防護用でありながら、後方から高速で自爆ボートなどが来たような場合対応できないだろうな。艦の後方には対艦ミサイル防御装置近接防空兵器があるんだけど、短距離用ミサイルしか搭載していないみたいだしね。JAFロケットシステムは攻撃機や対艦ミサイルなどの攻撃に対し、飛来するミサイルの誘導装置や敵型のレーダーに対して時間の位置を不明瞭にするために発射されるよ。電子戦支援 ESM システム、レーダー警報受信機などと連動して、脅威を探知すると同時に、ロケットが発射され、ロケットがアルミニウム箔や金属ワイヤーなど着というを空中散布するんだ。JAFロケットシステムはマーク、137発射機 ×2 機両舷に各1機とマーク、164制御盤、肉、160電源装置などによって構成されていて、6発のロケットを挿入できるんだけど、装填は人力で行うようになっているんだって。SSM 装置は、艦の中央に配置され、左舷及び右舷を向いた人7艦対艦ミサイル SSM に4連装発射等2機及び、攻撃管制用の艦対艦ミサイル艦上装置3両 SSMS3 で構成されているぜ。SSM 装置はミサイルを最大8発搭載でき、ミサイルは、全長5メートル、全幅 0.35 メートル、ミサイル重量 700km、射程 400km です。推進方式は固体燃料ロケットモーターブースタープラスターボジェットエンジン巡航用で、誘導方式は、シュート工程管制後方装置 INS、全地球測位システム GPS、終末工程アクティブレーダーホーミング ARH となっており、陸上自衛隊の1-1対艦誘導弾をベースとして開発され、目標座標を入力すれば地上目標の精密打撃も可能なため、有事には地上部隊支援のための対地攻撃用としても使用できるらしいな。対艦ミサイル防御装置はイージス艦の区域防空や艦隊防空及び搭載予定の VLS による固艦防空をくぐり抜けて、飛来する対艦ミサイルを最終防衛ラインとして迎撃する近接防御武器システムだね。使用するミサイルはリム116ラムで、ミサイルは FRP 製キャニスターに入れられた状態で供給され、人力により発射機に装填されるよ。対艦ミサイルの飛来を、艦艇のレーダーや ESM 電子戦支援装置、光学赤外線装置などで探知すると、目標データをミサイルに付与して、発射機が敵ミサイルの飛来方向に向けられ、ミサイルが発射されるんだけど、以後は艦艇からの誘導を必要とせず、自立飛行して目標に向かうから、他の目標に向け、次のミサイルを発射することも可能なんだ。全長 2.82 メートル、弾体直径 12.7 センチメートル、翼幅 44.5 センチメートル、射程 9.6 キロメートル、重量 73.6 キログラム、弾頭、爆風破片策薬、誘導方式中間誘導パッシブレーダーホーミング、終末誘導赤外線ホーミング、速度マッハ 2.5 となっていて、発射機は11連装で、複数目標に対処でき、発射機自体が補足レーダーや赤外線センサー、電波探知装置を備える独立完結したシステムだよ。また、SH-60 軽哨戒ヘリコプターなんだけど、このヘリコプターは SH-60J をベースとして開発され、改良点は高性能ローター、キャビン拡大、着艦誘導支援装置、戦術情報処理表示装置、
高性能ソーナーが装備されていて、全長 19.8 メートル、メインローター直径 16.4 メートルとなっているね。そして無人高層体 UUV である OZZ5 は全長約4ム、全幅 0.5 メートルで、重さ900キログラムとなっているよ。OZZ5 は、ステルス機雷など探知しにくい機雷を自動探知する高周波合成海溝ソーナーと、海底に埋没した機雷を探知する低周波合成海溝ソーナーが搭載されていて、2周波の合成海溝ソーナーを同時搭載した水中無人機は、本気が世界初なんだ。無人水上艇 USV は無人高層体 UUV と連携して行動することになっているぜ。また、最上型は監視対戦ソーナーが廃止され、ソーナーは OQQ25 に一本化されており、OQQ25 はパッシブ機能とアクティブ受信機能を併用でき、可変ソーナー VDS と受信アレイ TASS から構成されていて、アクティブでは VDS から音波発信して TASS 側で得られた音源を受信するらしいな。対機雷専用ソーナーは艦の最下部に、簡易型機雷敷設装置は艦の最後尾にあるね。複合作業艇は内飛艇と通称されていて、船体側面のハッチを開き、固有のクレーンで上げ下げされるよ。最後に出雲型護衛艦の役割についてなんだけど、最上型護衛艦は、増強著しい中国軍の海洋進出、特に台湾や南西諸島への侵攻機とに対処するため、我が国海上防衛の一端を担う次世代型多目的フリゲートだね。最上型の護衛艦艦艇記号 FFM は新設されていて、対空対艦、対戦対機雷戦など多様な戦闘任務を遂行する多機能護衛艦フリゲートマルチパーパスマインの略称となっているよ。最上型は、沿岸警備を行い、対戦戦や対空戦、対水上戦など従来の護衛艦の機能を備え、対機雷戦機能を持つ護衛艦ってわけだな。現在の日本の防衛戦略で喫緊の課題となる当初防衛に投入する新型艦艇だぜ。電子装備はヘリ空母出雲型以降の護衛艦潜水艦から採用されている標準システムと同じで、戦術データリンクは新型のリンク22ナトー規格を搭載しているから、当然だけど他の艦艇との連携ができ、通信用アンテナは、マスト頂き部の棒状の NORA50 複合アンテナに組み込まれ、このアンテナには電子光学センサー OAX3 複合センサーも入っているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。